皆さんこんばんは、ほなまるです。今日はですね、ポップマート今すごい新作ラッシュで話題のものがバンバン出てるんですけど、その中でも1、2を争うぐらいめちゃくちゃみんなが湧いている新作が出ました。それがこちら、リムーくんの新作レトロシリーズ、こちらの開封をしていきたいと思います。で、これをね、よいしょ、3つ購入してきました。このまま見て、よいしょ。なので今回はこれを開封していきたいと思います。で、ま、一応狙い的にはジョーカー、マジシャン、ロッキー2種類どっちでもいい。で、デビル、そのぐらいかな、フラミンゴとかが欲しいかなって感じですね。で、今回シークレットが、通常のシークレットが2パターンとスーパーシークレットが1つみたいなんですけど、今回ね、私的にね、シークレットはそうでもなくて、まあ普通のノーマルの子が欲しいかなって感じです。で、結構みんな開けててね、みんなの狙い的にウサギの子とか、まあ、ロッキーが欲しいみたいな感じの人が多かったかなって感じのイメージがあるのでですね、今回こちらを開封していきたいと思います。じゃあ3つあるんでね、もう早速バシバシ開封していきたいと思います。じゃあ1つ目、楽しみですね。みんなは何狙ってたんだろう。この箱めっちゃおもろい、オーロラだ。よし、1個目、あ、袋があれだね、普通の通常の感じだ。あ、嘘、違った、リムーくんだった。よし、じゃあ行くぜ、せーの、ドン、ドラゴンだ。え、かわいい。なんかさ、今回のさ、このディム君ちょっとサイズがさ、いつもよりデカめな気がする。この間開封、あ、でも、あ、変わんないか。ディム君ってもともとデカいか。でもなんかすごいめっちゃ大きく感じるな。これはリトルグリーンドラゴン、あったあったあった、めっちゃいいね、おしゃれ。というわけで一つ目はリトルグリーンドラゴンでした。この子もね、実はね、気にはなって、なんかそばかすみたいについてる、めっちゃ可愛い。あ、なんかちょっと傷ついてんの。さあ、では2つ目、よいしょ、いきます。かぶらないと思うんだけどね、取ったらショックだな。せーの、ドン、あれだ、クリスマス的なトナカイのやつ、あれじゃない、動物ライン来てる。わあ、めっちゃ可愛い、可愛い、よいしょ、鹿、
鹿じゃないか、トナカイ。あ、これもやっぱ傷入ってるわ。マジ振らないでほしいんだよな。買う、なんかわかるけど、本当マナーって思う。それを他の人が買うっていう考えて選んでほしいよな、マジ。よし、じゃあ三つ目、本日ラスト。狙いまだ来てないな。いや、せーの、あー、ここのラインか。なんかやっぱ動物だな、あれ。あ、でもこの子めっちゃすごい、めっちゃラメ。全体的にラメが入っててキラキラ光ってる。多い。ラストは袋でした。割と動物系が来ましたけど、ただ狙ってたのが一つも来なかったので、まあ、強いて言うならこの袋の子と蛇の子はなんか結構好みかも。なんか狙ってたわけじゃないけど、とても可愛い感じですね。まあ最近さ、ほんと新作ラッシュでさ、やばいよね。で、まだちょっとリーク的な情報だからあれだけど、スカルパンダさんの新作をまた出すっぽいし、リムーくんも新しいのが出るっぽいし、ラブブも新しいの出るし、ほんとちょっとラッシュが過ぎるって感じなのでまあでも今回このディム君のこのシリーズマジでみんなこぞって開けているので、ほんとめっちゃ大人気なんだなと思うんだけど、ていうかあれだわ、あのクライベイビーの新しいやつ、ピンクの箱の。あれね、完売してるんだよね。割とロボショップ、都内のロボショップとか、店舗にもう置いてなくて、追加で買えてないんですよ。で、このディム君も、なんかあの感じを見てるとすぐになんか、一回完売しちゃいそうな気もするから、なんか、急がないとあれかなと思ってるんですけど、というわけでですね、今回はこのディムクの新作レトロシリーズの開封をしました。まあちょっと新しいね、狙いじゃないけど可愛い子が出てきてくれたので、ちょっとこれは、これでちょっと大事にしようかなと思います。あとね、皆さん、まあ、絶対やんないと思うんですけど、サーチね、するときは、まあ、箱振らないようにね、して、自分が買うんだったらいいと思うんですけど、やっぱ他の人の手に渡るっていう部分で考えたらやっぱマナーがとても悪いと思うので、今ねトナカイくんはね頭のところがちょっと傷が入っちゃってるんであれなんですけど、よく出てくる友達のりっちゃんはスカパンのユニコーンの子が頭がねもげちゃってたりとか、ツイッターでねフォロワーさんがこんなのに傷がついてましたとか、これが腕が取れちゃってましたとか、そういうのが、まあ、あったので、ぜひ、ね、そこら辺は気をつけていただきたいなと思いますね。国が違うからとか、言葉が通じないからとか、まあ、関係なくね、よく人として良くないことだと思うので、皆さん気をつけて、で見かけたらね一応、まあ、直接言う売るのが難しかったら店員さんにね、ちょっと私も何回かあの人あれ振ってますって言ったことが、店員さんにですけど言ったことがあるので、
と少しでもね減らしていけたら、でせっかくこうやってアーティストさんが作ってくださって提供してくださってるものに傷がついているっていうことがやっぱ悲しいことだと思いますし、失礼だなって思うんで、例えばこう運んでる時に傷がついちゃったとかだったらまだまあしょうがないかなって思うんですけど、そうじゃないなって最近よく思うのでですね、ちょっと楽しく幸せに平和にポップマートこうみんな集めていけたらなと思っているのでですね、あの皆さんがそういうことしてるとは思ってないんですけど、なんか見かけたら少しずつなんか減らしていけるような行動ができたらなと私は思っているのでですね、皆さんも見かけたらちょっと店員さんにすいません、あの人箱振ってますってちょっと伝えてもらうだけでも変わるんじゃないかなとは思うので、だから最近こういう人気で振られてそうだなってやつはロゴショップで買おうかなとかって思ってたんだけど、やっぱね店舗であのお店でねあの雰囲気で買ってっていうのの方がやっぱ楽しいんで、まあ、今回ちょっと買ったんですけど、ちょっと悲しいですね、うん、と思ったのでちょっと今回動画の中でお話しさせていただきました。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。 SNS のフォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録や高評価していただけるととても励みになりますのでよろしくお願いいたします。それではまた次の動画まで。バイバーイ。